姫島村。姫島村は、大分県の北東部にある離島姫島を行政区域とする一島一村の村である。東国崎郡に属する。2005年、平成17年3月31日以来、大分県内で唯一の村となっており、2006年、平成18年3月31日以降は、東国崎郡に属する唯一の自治体となっている。国東半島の北、瀬戸内海西端、周防灘と伊予灘の境界に位置する離島。国東市国見町の中心部、伊見地区から約 6km の海上に位置する。島の長さは、東西約 7km、南北約 4km で東西に細長い形を、している。島中央部に標高266メートルの矢筈山、島西端に標高105メートルの達磨山、島西北部に標高62メートルの白山があり、この3つの山の間が中心集落になっている。村内に大字は存在しない。姫島という地名の由来は、日本書紀にある伊富唐国、現在の韓国南部の王子の夢枕に立ち、日本に逃げた美女の姫こそから来ているという説は、村内に、それを祀った、姫こそ社がある。古事記の、国生みにおいては、イザナギとイザナミが最初に8つの島、第8州を生んだ後、続けて6島を生んだとされる。この6島のうち4番目に生んだ女島、天一根が姫島に比定されている。姫島産の黒曜石は、特徴的な灰白色をしているため、よその黒曜石と容易に識別可能である。姫島産黒曜石で作られた石器は、中国、四国の縄文時代遺跡から発見されており、この時代に広く交易が行われていたことを示している。平安時代末期頃から、宇佐八幡宮、弥勒寺領となった。その後は、大友氏の水軍、浦部州の根拠地の一つとなる。江戸時代は、木付藩領となり、大友家重信の血筋と言われる古荘家が、庄屋として島を治め、製塩業や、甘藷栽培など殖産工業に努めた。姫島は、関門海峡に近い要衝であるため、1864年、文久3年の下関戦争では、英、米、仏、蘭の連合艦隊が拠点とした。その際、イギリスから帰国した、伊藤博文、井上馨が調停のため来島している。その時の領名や島民の様子について、英国外交官、アーネスト・佐藤が記録。また、幕府の軍艦奉行、勝海舟が戦闘終結後に、姫島に上陸し、戦闘の模様について、情報収集を行った。長州政党とも関わりが深く、幕府の石炭貯蔵庫が1866年、慶応2年6月29日未明、騎兵隊によると見られる放火で爆発し、完全鎮火まで4ヶ月かかる事件が起きた。また、島の庄屋であった、古荘寅次が、木付藩と長州藩の講和を仲介した。大村益次郎暗殺事件では、犯人の熊代直人やその師である、大楽源太郎が一時潜伏した。村長選は1955年、昭和30年に投票が行われたのを最後に、1957年、昭和32年から2012年、平成24年まで16回連続して、無投票当選となっていた。これは、市区町村はもとより都道府県も含めた自治体の市長選としては、全国で最多である。16回のうち、最初の1回を除く15回は、前村長の藤本熊男と、現村長の藤本昭夫によるものであり、それぞれ投票当選7回及び8回、藤本昭夫は、藤本熊男の長男であることから、親子で50年以上村長職を独占して、担っていることになる。こうした、特異な状況は、選挙行政にも影響を与えており、姫島村には、村長選、村議選ともに、ポスター掲示条例が存在せず、村長は、告示日にも遊説をせずに通常通りの公務を行っている。村長選が無投票当選が長期化となっていた背景には、1955年、昭和30年の村長選が藤本健吉と狩野亀太郎とで党内を2分する激しい選挙となり、島内にしこりを残した苦い経験があるほか、人口2000人ほどの小さな自治体で他に人材がいないという側面が大きい。前村長の藤本熊男が西村栄一と共に行った港湾整備や車エビ養殖事業、ワークシェアリング、工術の推進などで強力なリーダーシップを発揮した経済浮揚を図り、現村長も漁礁整備などの漁業振興政策で評価を受けているとの指摘もある。2016年、平成28年11月1日告示、11月6日、投票の村長選では、現職の藤本昭夫と新人が立候補し、村長選としては61年ぶりの投票が行われた結果、現職の藤本昭夫が当選した。なお、無投票当選の長期間化は、村長選のみであり、この間にも村議選は、あるため、過去20年で無投票は1回のみ、姫島村関係の選挙が全くなかったわけではない。現村長の藤本昭夫は、それなりの対立候補が出れば、私に対する不信任であり、争わずに身を引くつもりだと述べているが、その一方で2016年、平成28年の選挙で当選確実発表が伝えられた子を受けたテレビ朝日のインタビューで、村民が疑心暗鬼に陥るため選挙は良くない旨の発言もしている。村議会の定数は8人。議会での一般質問は通常はなく、2012年、平成24年9月議会で15年3ヶ月ぶりに、一般質問が行われた。離島部であるため、漁業及びそれに関連する観光業が主幹産業である。近辺の海域でカレイやタイをはじめ、各種の水産物が水揚げされている。またかつての塩田跡地で、車エビの養殖が行われている。ホテル、旅館、民宿、ペンションなどが数件立地している。宿泊客の大半は夏の盆踊り開催時の観光客である。近年は観光客減少の煽りを受けている。現在は新たに観光団体を設立するなど観光客増加に努めている。国東市にある国東港伊美地区、伊美港と姫島港とを結ぶ姫島村営フェリーが運航されている。姫島村では缶飲料を通常価格より10円高い価格で販売し、空き缶を島内の店舗で返却すると差額を返却するデポジット制度を自治体全域規模では日本で初めて1984年、昭和59年に導入し、空き缶の散乱防止を図っている。経済的理由により着物を購入できない家庭への配慮を理由として、同村では1969年、昭和44年から成人式での和服着用を例外なく認めていない。2003年、平成15年1月12日に行われた成人式で当初誓いを述べる新成人代表に内定していた女性が前日の打ち合わせ時に親類が作った振袖を着て臨んだため、教育長は着物は着ないのが常識と叱責した。これに対し女性が抗議したが聞き入れてもらえず、女性は成人式を欠席した。このことがマスメディアにより広く報道され、賛否両論の声が出た。加えてこの問題で村の公式掲示板が炎上、掲示板は廃止の浮き目となった。ちなみにこの女性の親は当該の国東市出身者である。労働者の各々の労働時間を短縮し、雇用数を増やすというワークシェアリングを導入している。民間への就職先の少ない村で、働き手が島外に流出するのを防ぐため、村職員の給与を低く抑える代わりに雇用を確保している。それにより、住民の13人に1人は村職員である。また役場には職員組合はないが、給与水準以外は国に準拠して決めている。副村長、助役は1991年、平成3年、収入役は2001年、平成13年から置いていない。収入薬は、その後廃止。2009年、平成21年2月11日、TBS 系列、毎日放送制作、久米宏のテレビってやつは？テーマ、お金と仕事と人生の番組で40年近く、前からワークシェアリングに取り組んでいる、姫島村職員と村民の現況が放送された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。